から金井のムエタイをエリートとして見に行きます。おお、中入ってるあれだけどね、何も買えないよ、大丈夫。探検家のゆしきさんですね。そうですね。お兄さん。お久しぶり。元気だ。元気だ。それだ。これあれだよ。断食してた今。断食してた。1週間。それ持ってるっしょ。いやマジマジマジ。マジで。何も食っちゃう。水だけ。1週間。1週間。まだ4日目ぐらいにかなりして、でその後は食欲なくて。なんか慣れやすい。おやー。おー、おー、死ぬな。え、誰かも分かったの、相手。相手も分かったけど、まだまだ来てないわ。うっす。いや、ちょっとね、おっと、金くんがね、今日ね、あの大一番迎えるんで、全力でね、応援するためにね、エリートメンバーでやってきました。おお。俺以外、ガチガチの全員プロ。いや、そうなんだ。プロ先生めっちゃ仕上がってますね。格好だけ強そうじゃん。いやいや強そう普通に。え、試合のパンツはどれ？これで全部。いやいや、さすがにユニクロやなんすぎじゃん。みんな強そうな選手がいっぱいいますね。ジョージもそのうち。肘見してよ。うわーやばいね。やばいね。やばいね。戦ってっから俺。戦ってっから。ちなみにこれ肘、俺多分殴り方間違えてて自分で自爆してるだけ。カットワークでこれだった。痛そう。セコンドにこの下りとね、言ったらもうやばいでしょ。そんな豪華なセコンドいないよ。あれ？金井のカルロイさん。トレーナーの彼女らしい。あ、そうなんだ。トレーナーの彼女で金井の愛人。あ、そういう構図か。なかなか面白いですね。で、よしよしクライアント。あ、そうクライアント。まあいずれ私のマッサージの。クライアント。これムエタイファイターモテるんですね。いやモテるでしょう。間違いない。この国ではモテるでしょう。国技だもん。ジョージがムエタイしてんのマジで想像できないな。試合出てんのメキメキと上達してますからね、うん、ジョージもこの 体型だから相手もそれなりっていうことになるよね。だからこいつとかこの盾でやろう、こいつとか正直この黒人とかが俺の相手だから多分そうなるね、うん、いやあいつだったら俺はぶっ潰す。自信満々だ。おお。あ、逃走逃走し、言ったらだからここが対戦してもおかしくないってことだよね。それは30キロぐらい差あるよ。30キロ。よし100キロ。俺今だって78ぐらい。俺も86だ、ね。あ、じゃあまあ違うね。俺も全然ゲームして合わせないそういうことだね。ヨシキだったらやめちゃう。多分ね、ルール破っちゃうと思う。ヨシキ、ルール無視してやる。ヨシキ、こうでしょ。こうでしょ。なんか、パソチ。あ、武装の方に。武装。武装しちゃうからね、ヨシキ。10分ぐらいかナイフ使っちゃうから。じゃあ、また、頑張ってください。あのエリート界から2人とも YouTube を始めたらしいです。そうだね。
感化されてチャンネル登録よろしくね。チャンネル名何でしたっけ。よしきの探検です。よしきの探検、これから俺の探検をいっぱい乗っけてくるので、うん、ぜひ。りょうは、俺俺はね、挑戦する男りょう。おお。チャンネル登録よろしく。挑戦する男りょうで出てくる。出てくる、ジャングル系の、まあ、ブログというか、なんかそういうあれで。あ、そうですね、まあ、僕がトラとかヒョウとかそういうのを追い求めてジャングル行くんで、まあ、そういうのを撮ってそのチャンネル乗っけるっていう。よしきはそれで、まあ、りょうは俺は挑戦系、今は12時間断食チャレンジ。おお。12時間飯、今日何日目だっけ。今日は7日目。ああ、で、どんぐらい痩せたの。5キロ。もう5キロ減った。素晴らしい。さすがですね。これで熱コーチ。波動拳ですよ。波動拳やばいですよ。波動拳。そうだよ。めっちゃだな。クネビル。え？うまい。マジうまいね。うまい。俺がうまいとも相当うまい。おお。マジでうまい。フィリップス兄弟。これホップコーンマジでうまい。量の前で言うなよ。ホップコーンマジでうまい。量マジうまいわ。マジうまい。いらないから俺はちょっと水があるから。どっち応援してんだっけ。俺青。青ね。サムどっちだっけ。赤わあ。でもよくやったよくやった。まずリングに立ってることがリスペクトだから。あ。あ、分かったね。いやでもめっちゃ怖かった。もう顔に映ってためっちゃ怖いってのが、それでも後に立ったのお前ね、素晴らしいよ。リスペクト。マジでリスペクト。予想外れちゃったね。でもいや、まあWoo!
次メンズ校長でデビュー戦あったらね、もう自分セカンド入るんでね。
え、やっぱ前回の試合とかと比べたらレベル違うの？あ、違うんだ。え、プロじゃん。あ、プロなんだ。俺以外に。マジで？やばいね。まあ、ジョージもこの舞台いつかプロ近いうちワンチャンしワンチャン今年いやまあ俺も何試合か多分ねちっちゃいところで重ねてじゃない。これなんか大バキで。いやでもこれ興奮するね。いや楽しかっためっちゃ。やべえ、これやってました。めちゃくちゃ励みになります。お疲れ様でした。飯行こっか。もう腹減った。お疲れ。え、3針 ?4 針ここ3針でここ4針。あ、やばいね。お疲れ様でした。ありがとう。ガチでご審査ということで試合終わりです。試合ここからでしょ。試合ここから。おっと、しっかりこの後 KO してノックアウト。ノックアウト。ノックアウト。ノックアウトしていく。試合はこの後から。あ、この後ほんま。メインこの後。誰か仕組み行くか。じゃあ今からみんなで飯食いに行きます。飯を食いに行きます。もうさ、俺の目の前でステーキとか食べないでね。ステーキが一番辛いわ。サム、今から何食うの？ここくらい飲んでいいんじゃない？ステーキ。ステーキやばい。そうだよ、俺今ステーキ食ったら死ぬから。え、よしき今日何食う？今日はマンゲーのパスタでも食うか。汚い。結局二台がいいで。カオさん、はい、行きましょう。いや、俺のせいなんだよ、あれね。マジでグラブで、全然違うスタジアム行っちゃって、バドミントンみたいな、今日変な曲。めちゃくちゃ公園行った。違う？わかんない。めっちゃでかいスタジアムだった。めっちゃでかいスタジアム行っちゃって。サッカースタジアムじゃないかぐらいな。でさ、やばいとかどうしようとかって思ったりするんだけど、もうなんかどういう心境なの？やってる時って。あ、なんか普通に、あ、実力は間違いなく俺より上だなっていうのはもう最初の10秒ぐらいで。あ、分かってる分かってる。その中でも、まあ、できる限りやろうみたいな。相手もっと結構来ると思ってたけど、意外と1ラウンド目控えめだったから、多分このまま行ったらイランの作戦とかなかったの？やってなかった。結構ね、途中さ、めっちゃ右のスルーでやってた気がするんだけど。あ、そう、うん、あれ作戦じゃなかった。あれは結構なんか よしきに、もう行けみたいな言われたから。確かにもう実力上だからさ、普通に技術で勝てないから、ね、気合いで行こう。でも行けば行くほど結構リスク高くないの？カウンターとか、まあ、それ全部リスクだし。なるほどね。そういうことか。ステーキ。いやでも一応お互い体重テストみたいなのあったんでしょ？あ、そうです。体重は同じで。そう、同じなの？57で出してる。ほんまよ。はい、お疲れ様でした。お疲れです。すごいね、カリン選手の試合みんなで行ってきました。もう遅刻したの全部俺のせいなんで。あ、遅刻じゃねえわ。金に負けたの全部俺のせいなんで、一切金にはね、責任ないです。全部俺のせいです。だから、まあ、次の試合は、まあ、俺がやるけど、その時ね、絶対勝ってね、まあ、みんなにね、笑顔を見せつけたいと思います。ありがとうね、金、マジで。次いつ出る？3ヶ月後。3ヶ月後出ます。ってことは、10月。応援に行きます。ワンチャン同じ大会に俺もエントリー。きついときこそやらなきゃいけない。